所属モーガン選手もこの当たり、今シーズン第1号ホームラン。点差を徐々に徐々に縮めます。これで6対10。まだまだ DeNA ベイスターズの打線は止まりません。内村選手、荒波選手もヒットで続き、ブランコ選手のこの強烈当たり、ショート強襲、内野安打となり1点を返します。これで7対10。ランナーは2、3塁となり、中村のリード選手の左中間への当たり、白崎選手から中村のリード選手まで7連打で9対10、1点差と迫ります。そしてドラマは9回、ワンアウトから中条選手、代打の後藤選手も続きます。そしてドラマはこの人が主役でした。背番号52、田村仁選手、第3号となるサヨナラスリーラン。横浜 DeNA ベイスターズ12対10、大逆転勝利となりました。両チーム合わせて8本のホームランが飛び出るこの試合、今日もこのハードオフエコスタジアム新潟で熱い熱い試合を期待しましょう。